続きましてですね、 3D ディオコスモスさん、ブースにやってまいりましたんで、社長様にいろいろお話を聞きたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。そしたら会社の概要 と、 ちょっと、はい、あの商品の内容をちょっと教えていただけますか。はい、私どもは18年来ですね、天群データの処理一筋にやってるフル株の会社でございまして、まあ、主に実測のサポートとかですね、天群データの後処理のサービスを提供しているんですが、その中でソフトウェアの販売というものもやっておりまして、私どもで業務で実際に使っているソフトウェアの方を日本語化して販売しているような形になります。で今ですね、ちょうど流行りのプラトーなんかで話題になっているシティ GML ですね。あ、まあ、それに特化したところの製品を今ちょっと力を入れてご案内しているところではあります。そのような製品を取り扱ってますんで。ちなみにそのシティ GM って具体的にどんな感じのものなんですか。今ねまさにここに出てるような形で、はいはい、まあ、天群データだったり、そうしたら実際の、まあ、街を 3D で撮って、ね、それをモデル化するような感じ、モデル化するためのソフトウェアですね。でシティ GML って国際規格 の、はい、データ形式になっていて、まあ、国交省のそういうプラトーとか、はい、こういったやつのデータ形式としても採用されているようなものになるんですけど、まだまだなかなかねやっぱりGIS のソフトでサポートされているような機能なので、うん、なかなかモデリング の、はい、レベルまでは落ちてきてないんですけど、はい、まあ、それが取り扱えるような、まあこういう概要的にはこうだんだん、そうですね、でそれがどんどん細かくレベルが上がっていけば、いろんな情報がまた入ってくるんですね。そうですね、まあ、こういうモデルを作るための道具を今力入れて売っているようなところです。はい、ありがとうございます。はい、あとなんか、あと最後に一言、まあ、今年どう方向性とか何かありましたら。まあコロナがね明けて現場の方もなだんだん忙しくなってきてますのでね、まあ、力入れて頑張っていきたいと思います。はい、どうも今日はありがとうございました。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。以上です。